今からあれですか、どちらに行かれるんですか。孫作っていう、孫作さんっていう、はいはい、六輪、大崎にあった六輪車、六輪車、はい、さんっていう、あのつけ麺の魚介豚骨めちゃくちゃ流行らせたお店さんがあって、あ、はいはい、三田さんって方がいらっしゃって、ちょっと連絡いただいて、はいはいはい、動画撮りませんかみたいな感じで、ね、ご連絡いただいて、今から向かってます。はい、地面に久々に会うのちょっと緊張してるんですよね。1年以上会ってないかもしれないですね。あ、じゃあ結構ご無沙汰ですね。ご無沙汰です。いや、めっちゃ緊張してますよなんかいつも通りな感じがしますけどね。すげーお世話になった方なんで。あ、なるほどなるほど。孫作さん、これね、思ったんですけど、看板があれなんです、逆なんですよね。まあ、なぜか知んないですけど、え、これ、これ普通に考えて間違ってたら頭おかしいですよ。いや、もう死ぬほどミスですよ、これ看板じゃないですか、看板。普通の車輪と、車輪今ちょっと3人してたんですけど、普通の車輪と間違えて入ってきてもらっちゃ困るから、味違うよと。で、外のに書いてあった通りで、その普通の一切昨今のつけ麺みんな一緒だって言って、つけ麺料理みんなと壊されてるんですよ。なんかあったんですか。なんかあったんですか。つけ麺危機感を持ってるから、うん、どこもかしこみんな同じだから、誰かがやんないとダメだって。そう、そういうことだと。自分で作り上げたものを自分でぶっ壊すって新しいんですか。友情出演で友情出演ちゃめちゃにしよう、ちゃめちゃにしよう、創設者すごい。だったら4キロ食わないと。あ、そうなんですか。2キロでいいよ。2キロ作るんですよ。どこ見せてるんですか。あ、違う、違う、違う、使うところに撮ってるんじゃないんですか。逆にそういうことですよね。いや、そういうことでございます。フェイクはいらねえ、リアルだけで十分だぜ。今の使います。今はあ、でも根本変わってないものがあるとすれば、なんか、なんだろうな、損得とか抜きに、なんか自分の情熱を傾けられるものというか、辛いことも楽しいって思えることというか、夢を叶えてくれたことでもありますし、逆にそうだったら何もないと思います、僕取ったらっていう感じです。なんかテレビに最初大食いを出て、2015年の時にその大会出て優勝して、その後ぐらいからいろいろ YouTube とかでやりだしたんですけど、正直2015年の後ぐらいはなんか、なんだろう、生きる、なんだろう、なんか手段、自分が有名になるためみたいなの手段みたいな感じだったんです、正直。その目的が違ったんですけど、でも今はその大食いってもの自体がその自分の人生の張りというか、そういう生きる目標というかっていうのに変わりました。それに気づかされたのが2017年にラスカル・アレイ君って大食いの選手いるんですけど、その子が出てきて戦うっていうなった時にちょっといろいろあって、で気づかされたんですね。2016年に負けて、檜山先生と一緒に2015年勝って、で自分が有名になりたい一つの手段みたいな感じでやってたんですけど、捉えてたんですけど、それで負けてどん底突き落とされて、で新しい人出てきて、で気づかされて、でいろいろ考え方変わって、そこからはもう自分のなんか人生のこうをかけてやるものというか、そういうふうになりましたね。まだまだっつってまだまだっつってまだまだっつってはい、お待たせいたしました。ねえねえ、笑っちゃうんですよね。これは2杯目っていうことでよろしかったですか。そうです鈴さん、今日5キロいくって言ってました。鈴さん超えじゃないですか。鈴さん超え、今5キロまで。体調管理と、あとはもう目標は今ホットドッグで優勝するとか目標なんで、それに向けてこう体調とか喉を怪我したりとか、やけどしたりとか、食いさらないようにっていうのはしてます。あと太らないようになるべくしてます、体調管理。あと半年に1回の健康診断受けて、あの体がダメって分かったら、その時点で大食い僕ストップさせられるんですよ、早食いとか。で完全にやめた状態でもう一回再検査受けて、で悪いとこ見つかったら、それに対するあれを先生と話して、できっちりもうじゃあ普通にして大食いしていいよっていう健康状態になるまではやっちゃダメっていう、もうあの嫁さんに言われたんですよ。奥さんがそれはもう鉄の掟なんで。
なんか正直業界を盛り上げるとかってそんなのわからないんですけど、自分は今自分を突き動かしてるその核みたいなのはもう世界一になりたいってだけです。ホットドッグの大会で優勝して世界一になりたいってだけです。逆にそれ以外ないというか、わかんないっす。あとはなんか正直言うと食べきれないデカ盛りとかチャレンジメニューとかの方が自分は楽しいっす。その結構全部トレーニングだと思ってるんですよね。その大食いとかって美味しいからいっぱい食べるっていうエンタメの部分もあるんですけど、根本はスポーツだと思ってやってるんで、大食いはスポーツで、昨日よりも今日強くありたいし、今日よりも明日強くありたいっていうのがあるんで、食べれた時点で多分自分の方がこのデカ盛り強かったんですよ。胃袋は耐えれるものがで、逆に負けたら自分の方が弱かったんですよっていう考えでやってるんで、どっちが成長できてるかって考えた時に、食べきれてるものより食べきれてないものに当たって、でいろんな胃袋だけで自分の弱さ、メンタルとかいろいろ分かった方が強くなれるというか、慣れてるのが分かるんで、そっちの方が安心するっていうのがあります。正直なんか嬉しいとかっていうよりも安心する。そうじゃないとなんかこうなんかまた賛否両論と思うんですけど、意味がないというか、自分の中でリアルかリアルじゃないかの方が大事だと思うんです。僕はですね、ですね。はい、お待たせいたしました、タブルチですね。頑張ってくださいあれで多分8キロ超えるよね。あれ行ってる、8ぐらい行ってる。8はあれやね。正直言っていいですか、大食いとして伝えたいことは全くない。全くないですね。なんか、そう、なんつうんだろう、本当、たぶん自己満なんですよね。なんか、なんつうの、ちょっとうまく言えないですけど、前はそのね、なんかこう、いろいろ伝えたいとかっていう、なんかあったんですけど、でも、スポーツみたいな感じになってからやっぱ変わりました。だその時は、本当に何かの手段にしたんですよ、大食いとか早食いを。はい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 。そこやっぱ大きな違いですかね。自分が思う。なるほど。なんかツイッターのプロフィールでしたっけ？なんかこう鍵カッコで。お料理強いやつ何肉ですか？あれはもうあのストツが好きで、ストリートファイターが好きで、あの龍のセリフなんですよ、そのままなんですよ。あ、そうなんですか？主人公龍いるじゃないですか、波動拳の龍。あれがすごい好きで、あ、その言葉見た時に、うわ、この言葉最強だと思って、もう自分の中のあれっすね、もうなんかもう心のなんかあれっす、言葉っす。自分のキャッチコピーというか、スローガンみたいな。え、今のピーです。今顔面にもピー入れていいですか？真っ昼は何してる時です。そんなのね、あれですよ。嫁さんとチビと3人でいる時ですよ。そんなんもう 120% それっすよ、うん、なんで2回言ったんですか？突っ込むからもう、ほんと俺がこれ使っていいですかね僕は何も NG ないです。あ、どうですか？すみません。じゃあ、ご家族との時間が一番幸せ。もう、はい、言い切れますもん。うん、あ、その前なんかこうプライベートの時間しっかりこう確保するように最近心がけてらっしゃるみたいな。でもう、さっきあの、僕はなんその不安になるって言ったじゃないですか、はいはいはい、なんか知らず知らずに予定パッて毎日入れちゃってるんですよ結構ごたぼうっすよね。怖いから自分がその弱くなりたくないし、はい、そのなんかなんていうんですか、あんまなんか多分言われなかったら休憩したくないんですよ僕、うん、怖くてずっと、なんであれなんですけど、そのそうやってなっちゃうから、でその家族の時間をあんまり作ってないって時に嫁さん言われるまで恥ずかしいし気づかなくて、で言われてからは意識するようにこうしてます。もう探り探りなのも今でもありますけど、そのなんか家族というかこう家庭の中においてもうだけだ3回目お疲れです。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ。
感動してます。あっ、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 泣きそうになりました。すいません。ね、はい、ということで、お疲れ様でした。完全完食ですね。はい、食べる前は、はい、正直4キロはもう結構パッていけると思ってたんですけど、はいはいはい、意外にいけなかったのがあって、で、途中、うん、このも最後の1杯か、はい、4杯目、2杯目終わったぐらいからもきつくて、あ、はいはい、3杯目も結構きつかった。4杯目やっぱ一番当たり前きついんですけど、うん、その諦めない気持ちだけこう、うん、いつも大体そうなっちゃうんですけど、はいはい、諦めない気持ちだけこう自分のなんかこう中でこう奮い立たせながらこう、うん、バーッとなんかラスカル君の顔浮かべてみたりとか、はいはいはい、他のなんかライバルの顔浮かべてみたりとか、まあ、うん、一番はネイサンズ、まあ、今もチャンピオンがいるんですけど、うん、ジョイチェスナットってやつがいて、はい、まあ、あの食べてるものとか内容違いますけど、うん、でも負けたくない人間ってやっぱ僕の上に去年7人僕より強い人がいるってことが分かったんで、うん、その人たちは思い浮かべながらやってましたね。勝手になんか浮かんできますバーッつって勝手にこうライバルたちのライバルたちというか戦いたい方々の顔を思い出したから、そうですね、海外の選手とやってみたいですね、やっぱり海外のフードファイターさん、テレトのオグヨもそうだし、うん、姉さんでもそうなんですけど、はい、こう何回、1回2回ぐらいは会って戦ったりとかはあるんですけど、それ以外なくて、で、もう1年に1回会えるか会えないかみたいな感じだし、それこそテレトの選手に関してはもう2年ぐらい会ってなかったりとか3年ぐらい会ってない人もいるから、はいはい、多分今も活動されてる人は、されてる中での、選手の中での話ですけど、うん、活動してる人の中で、いやもう海外の人全員会って戦いたいですね。でも、はい、こうやって、つれえなって思ってるのが一番安心してられるんですよ、今。成長できてるなっていう感覚があるんで、楽に終わるとやっぱ成長できてないから怖いんですよ。なるほど、なるほど。やっぱ半分病気みたいなもんなんですけど、サクッてやっても、なんかね、それだけなんで、なんかあんまり価値がないというか、はい、ただそのなんかね、今撮らせてもらってこういうお店の中でちょっと言うのもあれなんですけど、はい、なんかいつもなんかちょっとやっぱ申し訳ないなって気持ちはあり、なんかこう普通だったらやっぱね、美味しく食べなきゃいけないとか、食べなきゃいけないというか誰か食べたりとか、っていうのが撮らせてもらってたら、はい、まあ、当たり前のようにあると思うんですけど、やっぱ僕、はい、そういうのじゃないから、うん、でもそういうのよりなんかこう受け入れてくださるお店があるっていうのは本当にありがたいですね。そうですよね、全部ありがたいです。もう生かされてるの本当に感じます、日々、人に本気の戦いでしたね。